マイワ先生です。試験投資ね、ここにね、USDJPI をセールですね、安く、113,273円ね、投資金を出しましたけども少ないですね。で、あのね、FX ってね、使用ニュースね、やってるものを聞くのは知恵遅れなんですね。で、あのコンピューターで分析するんです、ここにね。僕これね、稼いでないから今、ニシンのね、うなぎと、かば焼き、ニシンのかば焼きに、天ぷらのコロッケ。ね。たっぷりニシンがある、ついてるからいいんだけど、うなぎみたいですけどね。最悪。だけど美味しいよ。ニシンのかば焼き。あ、うな重ね。うな重。ニシンのうな重。ということなんですね。あの、このようにね、これ勝率が出るでしょ、27%-70% とかね、そういうのシグナルで投資するんですけどね。全部ニュースとかいうのは当てにならないから、どっちか分かんないから変動しますけどね、上か下か分かんないわけ。荒れるっていうことですよね。そういう時は投資しないもんでありましたね。ニュース報告、世界情勢の報告言っても、それはね、全く役に立ちません。知恵遅れがやってることは、全部分析でやんないといけないですね。ニシンだけど たっぷりあるんだね。ニシンのかば焼き、これ350円ぐらいです。